成長を生まない安定はさっさと捨てるべきです。自分が成長しなければ必ず競争で抜かれます。今日は人生の無駄、今すぐ捨てるべき5つのものについてお話したいと思います。早速ね、1つ目についてお話したいと思いますけれども、生産的でない時間っていうのが1個目あると思います。で、生産的じゃない時間って何かっていうとですね、よく自分は社員には通勤時間短い方がいいよって話するんですよ。で、それがね、何かっていうと、通勤してる時間って結構満員電車好きって人いますかね。これ見てる人いないと思うんですけど、ちょっとね、人と体が触れ合いがなさすぎて人の体触れるのが好きとかになっちゃってたら、満員電車好きかもしれないんですけど、そんな人あんまりいないと思うんですよね。いてもちょっとあんまりこの動画でねコメントとかしないでほしいんだけど、そうではないと思うので、初めに言っておくと、あと満員電車もそうですけど、ああいうのって何が嫌かっていうと、嫌そうにしてる人たちじゃないですか。自分もね、満員電車乗ってること今はたまにあるんですけど、そういう時に一番嫌だなって思うのは、ちょっとねバックとかが当たってたりするとすごい睨みつけてくれるおじさんとかね、おばさんとかいるじゃないですか。で、たまにはね、若い人はどうなんだろうと思うと、若い人でもすごい怪訝そうなね、なんかこいつ痴漢かみたいな感じで見てくる人もいるじゃないですか。俺が痴漢そうに見えたらそれは俺の問題なんだけど、そうじゃないと思うんですよね、その場合においては。で、そういう人たちが周りにいる状態って結構ね、自分自身の気もすさみますし、直接チッとかね、ふざけんなとか言われたり、あとはね、言ってるの見ることもあるじゃないですか。あれって結構生産的じゃないですよね。っていうか、心がどんどん下がっていくじゃないですか。だから社員にはなんで通勤時間なくす方が人生得だよって言ってるかっていうと、至って簡単なんですよね。自分のね、気がどんどん落ちない、生産性が上がるってことなんですよ。で、皆さん例えば彼氏彼女とかとね、仲がいいか悪いかって結構仕事に影響出ますよね。出ない人はメンタル強いなと思うんですけど、出るとしたらですよ、自分がどういう人たちと、周りね囲まれてるかって結構大事になるじゃないですか。これ2個目の話にもっちゃうんで、ちょっと一回戻しますけど、自分自身がその通勤の時間でですよ、例えばすごい集中できるからオーディオブックとかを聞いて、で、自分の例えばこう知識だったりそのマインドをねアップデートするっていうことが、もしあなたがねできてるんだったら、それはそれで生産的な時間だからいいと思うんですよ。1時間のこの通勤の電車がぴったりね、乗り換えなしで1時間だから、この間にオーディオブックだったらね、1時間ぴったりで自分のアップデートが終わるんですか。大好きな番組があって、で、落語とかでもいいですけど、1時間きっかりなんです。それが自分のね、人生をより豊かにしてくれるってことだったらいいんですけど、そうじゃなかったとしたら、通勤時間ってほぼほぼ無駄になりますよね。乗り換え3回とか、もう自分からしても末期って思うわけですよ。そうなっちゃうだけで、どん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 自分の気分下がるし、実際その時間って、例えばね、よく社員に話すんですけど、社員のうちにね、1人、引っ越したんでもう大丈夫なんですけど、もともと遠くにいて、うちの会社まで通勤片道2時間って人いたんですよ。2時間って、でもその辺に住むのが好きなんでって言ってたんで、OK っちゃ OK なんですけど、本人にも言ってるんで、ね、全然こうパブリックに言っていいと思うんですけど、片道2時間。はい。1ヶ月何時間でしょうか。1日だけで 2×2 の4時間ですね。往復だからね。で、そのプラス、大体ですね、日本人って月に20日から21日働くんですよ。じゃあ 4×20 と、計算しやすいでね、そうしましょう。4×20、80時間ですね。で、1ヶ月あたり80時間でなりますよね。じゃあ今度12ヶ月、1年だったらどれぐらいになりますか ?80×12。960時間じゃないですか。960時間を、例えば、じゃあ1日ね、何時間あるのって言ったら24時間ですね。じゃあ24で割ってみたらどうなります?衝撃ですね。皆さんはね、40日間ただ移動してるだけなんですよ。1年間の中でよりね、できること増やしたいとか、もっといろんなこと勉強したいとか、もっといろんなとこ旅行行きたいって思うじゃないですか。皆さんね、片道もし2時間の通勤をしてたらですよ、1年、たった1年の中に1ヶ月以上は通勤時間なんですよ。これね、まとめたら理解できますよね。皆さんは、じゃあ元旦から1年が始まります。じゃあ1ヶ月と、だから2月10日までずっと電車に乗っててくださいっていう状態を耐えてるんですよ。気づかないまんま。もう不運ですよね、こう考えると。だからそれがね、自分の人生とか、その知識アップデートのために役に立ってんだったら生産的だからいいけど、もしそうでないなら皆さん人生の無駄なんですよ。人生の無駄になってるものの筆頭として、その通勤時間ってなりますけど、通勤時間といってもね、そこを生産的に過ごしてる方もいらっしゃると思うんで、あとはね、郊外の一軒家に住むことがもし夢で、で、奥さん子供がね、とてもそこで幸せそうだったら、その通勤時間自体も、無駄とは言えるけども、ここでね、作られてるもの自体が生産性の高いというか、皆さん人生を豊かにしてるもんなんで、通勤時間一概に無駄とは言い切らないですけど、ここで一言言えるのは分かりやすい例でね、出してますけど、
生産的でない時間、何かの価値を生んでない時間、自分の人生にとってプラスじゃない時間っていうのは全て無駄なので、まあ、皆さんね、起きてる時間、生きてる時間が人生なので、もし時間の無駄をしてんだったら、もうはっきり言って人生の無駄です。だから1個目、生産的じゃない時間っていうのは早くなくしましょうっていうことを言いたいと思います。で、今すぐね、捨てるべき5つのものの2つ目なんですけど、これ何かっていうとね、忖度ばかりのお付き合いってことです。で、人間関係ね、全部生産的じゃなかったら切れとか、そういう話は俺はあんましないので、一緒にいてね、気持ちのいい友達とか、いまだにね、まあ、自分結構学歴で言うと底辺校通ってて、学校も窓ガラス何枚か割れるぐらいな、すさんだ学校にいたんですけど、まあ、地元の友達とは仲いいんですよ。まあ、今はね、もう窓ガラスとか割ってないですよ。で、そういう頃のお付き合いなんですけど、たまにね、地元で飲んだりすると昔話とかで花が咲くわけですよ。ガラス割ったねとかね、小学校授業の時間、後ろから紙飛行機投げたねとかも、とんでもない子供なんですけど、そういう話に今でも花が咲くわけじゃないですか。でもこれだからまあいいですけど、これをね、もし毎日になってると何かっていうと、まあ、地元の友達同士で何が起きてるかなんですけど、だからたまにしか行かないとはぶられるみたいなね、不穏な空気もあったりするんですよ。やっぱ仲間意識って結構ね、地元ローカルって強いんで、だからずっと、まあ、田舎にいる人だったらそうかもしれないですね。東京出てきて、東京で標準語を地元に戻って話すと、お前東京かぶれとかいうエリア未だにあるじゃないですか。ああいうのはあまりね、意味ないと思ってるんで、もうそうなると戻った時ちょっと気分悪いですね。もう忖度のお付き合いになるわけじゃないですか。で、例えば仕事関係よくありますよね。お取引先で、発注がたくさんあるから、自分はゴルフ好きでもないのにゴルフコンペ行かなきゃいけないとかね、女性だったら肌焼けんの嫌いなのに、なんかゴルフね、お薬買ってもらうために付き合わなきゃいけないとか、まあ、そういう忖度の付き合いはね、いらないんですよ。で、こういうことを思ってる人たくさんいます。で、我慢してる人がたくさんのうちのもう本当に多い割合、過半数以上はいますよね。で、これ何が起きるかっていうとですね、つまらない時間は結局積み重ねたらつまらない人生になるので、人生の無駄ってはっきり言い切れますね。で、同じ売り上げを例えばその忖度なく立てることができる取引先、クライアントさんって実際社会には存在するんですよ。で、それを見つける努力をしないで、今のこうなんかね、なんとなく忖度でとりあえず取引先で今額が大きいからっていうお付き合いを続けてると、いずれ自分自身の生産性が下がって他のクライアントに開拓ができることも、せずにね、どんどん売り上げ下がって会社がなくなったりします。で、基本忖度でのお付き合いなんで、その忖度をしなくなったら取引先として NG になるんですよ。だからこれってただの、まあ、いつまで続くかのギャンブルじゃないですか。だからそういうのはダメなので、皆さん自身自分の生産性を上げて、より良い人生、より良いね、売り上げを立てるっていうことがすごい大事になるんで、まあ、忖度ばかりの人間関係は早く切りましょうということがね、2個目に言えると思います。で、捨てるべき5つのものの、3つ目、これ何かっていうとですね、自尊心を下げる比較ですね。よく人の目を気にするなっていう発言あると思うんですけど、自分はどちらかというといつも人の目を気にしてるんですよ。で、気にしてることが自分の人生プラスになってるんで、人の目を気にするなって俺は嘘になっちゃうんで言わないんですけど、何かっていうとですね、人の目気にして自分の自尊心下げてる人多いですよね。だから、あの人は私より豊かだ、あの人は私より成績が優秀だ、あの人は私よりも幸せだみたいなことで比較して自尊心下げてるじゃないですか。例えばうちよりも従業員数、今うち大体50人ぐらいですけど、まあ、社外入れるともっと多いんですけど、非正規ね、でも従業員数100名超えてるとことかすごいなと思ったり、かつて自分が会社員やってたとこって1万人従業員いるんで、あ、まだまだすげえなと思うんですけど、それね、自分聞くたび思い出すたびプラスなんですよ。早く追いつこうって思うんですよね。これ自尊心が下がらないんですよ。で、どちらかというと、もっとやろうっていうチャレンジャー精神だったり闘争心だったり、その前向きな心がね、上がるんで、だからね、こういう比較は大好きなんですよ。で、うちより有名な、スクールとか見ると、なんか早く追い越そうって気分になるんですよね。だから自尊心下がってないんですよ。ただ皆さんよくあるのは、人の目を気にする、人と比べちゃうっていうのは、自尊心下がるときによく使いますよね。自尊心下がったら生産性下がるんですよ。そしたらその順位がその通りになっちゃうんですよね。それっていつまで経っても順位変わらないってことじゃないですか。だから順位を変えるための比較だったら、もう喜んでした方がいいと思います。むしろそうじゃないと、まあ、資本主義国家なので日本ね、残念ながら基本的に社会に生きる全ての人ランク付けされてるんですよ。嫌なことですけどね。でも人間としてのランクって、正直全員フラットで全員1位だと思ってるんで、まあ、他人に迷惑かけたり他人殺す人とかはね、もうそのランク外なんで、ランク1位かランク外しかいないと思ってるんですよ、自分人間の価値としては。ただその中でも皆さん自身が自分の人生でもっと多くのことやりたいとか、もっと収入上げたいとかね、
もっとねお金を持って諸外国のその貧困国の子供を救いたいとか、あとは犬猫の、ね、殺処分ゼロにしたいとか、そういう夢があったりするじゃないですか。そういう時には早く競争に、レースに出てね、競争に勝たなきゃいけないんですよ。ってなったら人と比べることはしなきゃいけないんです。だから人と比べることをしなきゃいけないから、ただその時に自尊心を下げずに、それ自尊心をね上げる、競争心を上げるとか、チャレンジャー精神ねもっと高ぶらせるとか、そういうために使ってくださいということです。ただもし今皆さんが人の目を気にして辛いなとか思っちゃってんだったら、それはもう早く捨てましょうということです。だから今すぐ捨てるべきことの3つ目は、そういう自尊心を下げるような比較っていうことですね。今すぐ捨てるべき5つのものの4つ目は安定です。もう至ってシンプルですね。成長を生まない安定っていうのはやめましょうということです。まあ最近ポリベーガル理論とかでね、絆がねどれだけ深いと組織が活性化するかとか、そういう理論もあるんで、安定全般ダメとは言わないですね。一つ言えるのは、成長を生まない安定はさっさと捨てるべきです。で、多くの人が既存の自分の過去にしがみつくんですよね。で、よくあるのは東大卒京大卒で、会社に入ったものの、会社入ってから成長しない人間たちですよね。東大京大だけっていうとあれですね、学歴に甘んじてってことだと思います。例えば留学とかもそうだしね、 MBA 取得もそうだし、資格を取ったぞとかね、当時首席だったとか、そういうこともそうだと思います。どの学校でもそうなんですけど、で、それをね過去に甘んじて自分が成長しなければどうなるか、必ず競争で抜かれます。で、これなんでそういうことを言えるかって言うと、自分も会社員だった時代がありまして、で、会社員だった頃、結構いい会社に入れさせてもらったので、周りはね東大京大卒が多かったんですよ。だからさっきも勢いでそう言っちゃったんですけど、だから東大京大悪いと思わないですよ。むしろ入れる人すごいって話なんで。ただその人たちがね、会社員同期の時にですよ、自分大学中退してますんで高卒なんですよ。で、大学も大して学歴もない大学なんですけど、学歴でね自分より高い人たちを抜いたんですよ。つまり何か、皆さんのね現在から未来は順位がいつでも変動しますんで、安定なんてものにしがみついてたら必ず負けるってことが決まってるんですよ。だからね、安定した人生にしたいなって思ったら、もうねやばいからやめた方がいいと思います。安定するべきではないんです、成長すべきなんですよ。ただ成長することでね、成長に危機感を感じて成長って、人生どんどん苦しくなっちゃうんでね、それもそれで積み重ねる人生が辛い人生になっちゃうんで、やめた方がいいなとは思いますけど、だからね、成長する自分がどんどんこう自分を高めるために、精神的に安定していることが必要だっていうのも多くあると思います。で、うちの会社が成長、ね、できる職場であることの1個は、まず安定なんですよね。うちの場合、社員をクビにしないっていうルールが自分の経営者側にあるんで、それがまず皆さんにとっての安定になるじゃないですか。だからその安定した環境下でやっぱり成長、自分のねこうポテンシャル発揮できるって、なんかうちよくいろんな会社の社長さんとか他の取引先からね、個性的な社員さんばっかですねって言われるんですけど、自分いつも思うんですよ。人間全員個性があるのに、個性が殺されてるだけの社会だなと思ってて、それなんでかっていうと、やっぱり安定がなくなると個性発揮したらね、その会社の安定にそぐわないからクビにされるとか評価下げられるってあるじゃないですか。だからみんなね安定しなきゃってなるんですよね。でも違いますね、大事なのは成長を生む安定かどうかだけです。だから皆さんが安定にしがみつこう、安定してたら大丈夫って思ってたら、その安定ってフレーズはね早く捨てましょう。で、成長を生む方向に進みましょうと。だから成長をね、促してくれる安定であればぜひ持っておいてほしいですけど、そうじゃないんだったら早く捨てましょうということだけです。今すぐ捨てるべき5つのものの5つ目、ラストですね。これ5つ目何かっていうとですね、常識だったり思い込みです。これなんでそういうことを言えるかっていうと、常識ない人間になってくるって話は全くしてないですよ。何かっていうとですね、自分の、今の仕事だったり生き方、働き方っていうのをアップデートできないような常識や思い込みだったら早く捨てましょうってことです。例えばですけど、よくね自分代替医療の子会社も持ってますんで、代替医療の方でそういう話が上がるんですけど、医療の常識ではっていう単語でね、新しいことを受け入れない人たちが一定数いるんですよ。で、今の仕事の常識ではとか、常識じゃありえないって言うんですよ。でも残念ながらね、常識なんて持ってる人によって違うんですよ。皆さんね、カードゲームとかやったことありますよね。トランプで、大富豪ってあったじゃないですか。大貧民って呼ぶ人もいますけど、あれ地方によってなんか追加ルールいろいろあるの知ってますよね。これでも、その地方、違う地方の人同士が集まってゲームした時何が起きるかっていうと、うちではの言い合いなんですよ。これね、常識がぶつかり合って何の生産性もない時間を過ごすんですね。下手したらもうゲームやらないっていう仲たがいまで発展する可能性もゼロじゃないじゃないですか。とりあえず気分が悪いものですよ。
これはね、常識に縛られてるからなんですよね。で、これがね、生きてる中でもよく起きるんだなと自分は思います。で、だからこそ何をしなきゃいけないかっていうと、常識に縛られるってことはしない、変化を受け入れる力っていうのを常に持ってなきゃいけないなと思います。で、他人の常識、例えばですね、さっきの代替医療のお仕事の話戻りますけど、医療の常識じゃありえないって、よくうちらクラニオセイクラルセラピーって言って、頭蓋骨のね、歪みを補正してあげたりとか、頭蓋骨のその何て言うんですか、脳脊髄液のね、流れを良くするために収縮伸展みたいなねことをやってたりするんですけど、そういうの医療じゃ頭蓋骨は動きませんって言われるんですけど、じゃあうちらそれはね、別に信じても信じなくてもいいんですけど、彼らの常識はそれなんですよ。でもうちらはそれで実際病気をたくさんね治すお手伝いをさせていただいてるんですよ。ってなったら、結果フォーカスした時に医療の常識って何の役に立つんだってなりますよね。で、医療の常識に縛られてたら、その先天的疾患とか治らなかった人たちがいたわけですよ。でもそういうのを無視することによって、そんなもの信じない俺らがその常識を変えてやるぐらいでやってたから、実際人の病気を治すお手伝いをねさせていただくことに成功してるわけじゃないですか。で、今度また面白いのが、まあ一概には全部そうだとは言いませんけど、医療の論文って5年ぐらいでひっくり返ったりするんですよ。あの論文のデータ間違ってましたとか、実験に穴がありましたとか、平気で出てくるんですよ。で、その時に謝罪文なんて存在しないですよ。過去の論文は正解としてあって、新しい逆説の論文が正解として出てくるんですよ。これ何じゃそれってなるじゃないですか。だから過去の常識なんてものは、皆さんの行動を制限する理由には一切なりません。皆さんが新しいことを何か始めたいっていう時に、周りの人たちがそんなのお前には無理だよっていうレッテルだったり、で、その業界でそんなことは起こりえないっていうレッテルだったり、まあ楽するなんて有名なとこそうじゃないですか。印刷業界が手を組むなんてありえないっていうところにですよ、それぞれの印刷工場が空いてる時間を全部集約して、で、空いてる時間にその工場を動かすから最安の発注ができるよっていうシステムを作ったじゃないですか。印刷業からしてありえないじゃないですか。アマゾンなんてもっとそうですよね。ネットで物が買うなんて信じられないって時に、数百億の損を重ねながらです、重ねるんですよ。今のジャルアナぐらいやばいことをやってる中で、でも最後ジェフ・ベソスがね、信じた通りに、彼にもだってもう帝王になってるじゃないですか、 EC 業界の。これ常識に従ったり思い込みに従ってたら起こりえなかったんですよ。で、俺も Amazon プライム入って、なんか頼んだらその日のうちに届くとかあるからすごいなっていつも思いますし、とても感謝してるんですけど、まあ、物流のおかげでもありますけどね、あれはね。そういうのが起きるんですよ。で、イノベーター社会として評価、社会に評価される、かっこいいと言われる、時代を変えたと言われる坂本龍馬もそうじゃないですか。皆さんお好きだと思いますけどね。徳川家康だってそうだったじゃないですか。天下太平なんて誰ができうるよっていう時にできたんですよ。でも皆さんが今の自分の常識とか思い込みを捨てることができたら、皆さんの子供の世代、後世に対して皆さんは何かを残すことができる人間になるかもしれないんですよ。その可能性、わざわざ自分から捨てたくないですよね。だったら可能性捨てたくなければ、今すぐ捨てなきゃいけないもの何かわかりますか？シンプルですね。常識、思い込み。あとはこれまでに言った5つのことですよ。それを捨てることで皆さんね、人生がどんどん良くなるというか、それをもし持ってるんだったら人生に無駄が多いと言わざるを得ないと思いますんで、ぜひ皆さんが生きたい人生を生きるために、楽しいと思えるね人生とか、あと死ぬ時に後悔しないってやつですかね、なんか思い残したことはないって言い切れるような人生にしたいのであれば、今日言ったことは、まあ早々にね、まあ今すぐこの瞬間捨てろってちょっと難しいと思いますけど、ぜひね、できるとこからやってもらえたらいいと思いますし、5つともなくしたら必ず人生ね良くなることはもう約束しますんで、ぜひ取り組んでもらえたらなと思います。まあ、今日の内容以上になりますんで、最後までご覧いただきありがとうございました。あとね、もっとこういうことが聞きたいとか、そういうのがあれば、まあ、コメントだったり、あとはね LINE で直接メッセージいただければ、まあ、管理してくれてるのは社員なんですけど、その情報をね必ず自分に上がってくるようになってますんで、ぜひこういうことをね聞きたいとか、こういう企画やってくれませんかとかあれば、普通に連絡ください。まあ、歴史の偉人じゃなくて今生きてる人間なので、普通にコミュニケーション取れますんで、はい、またね、皆さんに役立つ動画をお届けできればと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。